はい皆さんこんにちは村長です今日は前にも一度やったこともあるんですけれども最近の DAW にはほとんどピッチ補正ソフトのメロダインが標準でついてきたりしますエッセンシャルというバージョンなんですけれどもボーカル編集できるようにメロディックモード というモノホニックの単音の編集だけができるようなメロダインがついてきますそこで今回はボーカルの編集を例にですね皆さんにメロダインの達人になってもらうために少し解説をしたいと思います村長ミュージックスタジオ はい今画面にありますようにメロダインをかけたところからスタートさせていただきますまず画面の操作や概要についてお話ししたいと思いますボーカルトラックにメロダインをかけるとこんな風に表示されます大抵はマウス操作で例えば拡大をするときは画面の下の方の黒いバーの端に行くと虫眼鏡の アイコンになりますのでそれをこう伸ばしたり縮めたりすることによって横の拡大ができます縦の拡大は同じように縦のバーをこういう風に動かしたりそして真ん中を持って動かすと上下にスクロールしたりしますただしこれではなかなか操作性が上がりませんここは必ずショートカットキーを使いたいものですまず 拡大縮小するときは windows の場合、コントロール alt キーを押しながらマウスを操作すると、このように虫眼鏡になって自由に拡大縮小ができます。今度は移動の話です。コントロールと shift を押しながら動かすとこんな手のマークになって上に動かしたり、下に動かしたり自由にできます。次に。 ぜひとも覚えたい機能は上のツールです僕の場合は六個ありますがエッセンシャルの場合は確か三つぐらいしかなかったと思いますエッセンシャルのバージョンでできることはこのように音程を動かすことそして横に動かすんですがはじめメロダインをかけた時右の端の音符マークの方が 白く点灯していますこの時はロックがかかっていますこれを外してこそ動くようになりますこのように縮めたり伸ばしたりして移動することができますき<ー>エッセンシャルの場合できることはここまでなんですが音が一つの中で2つの分析になっているようなところ例えばこれですねエッセンシャルの方でも分割というのができます それは、この一つの塊、ブロブと言いますが、このブロブの半分より上の方に持っていくと、アイコンがこんな形になりますので、そこでダブルクリックをすると、こんな感じに、分割ができるようになります。エッセンシャルでできることは、音程と左右の動かしができます。このツールの説明なんですが、もちろん一つ一つこのように、 機能がありまして長押しをするとこのようにまたその中にもいくつかの道具がありますでもこれもこちらを編集しててこちらに持っていくもしくは右クリックするこれではとっても時間がかかりますこれも必ず覚えておきたいショートカットです DAW の設定にもよるんですけれども僕が今使っているスタジオワンの場合この6つが 数字キーの一二三四五六に相当します。もしくはこの二番目の三つ目を選びたいようなときは二を三回トントントンこう押すとこういうふうになります。例えばこの道具二つ道具がありますが二つ目を選ぶときはトントンこう押すと二つ目の道具になります。画面の上下に動かすのは マウスの真ん中についているホイールを回すことで上下に動かすことができます横のスクロールはシフトキーを押しながらスクロールすると横スクロールがこのようにできるようになっていますいろんな再生方法についてもお話ししておきますトラックの上の方にある小説番号などが書かれたところをダブルクリックすると音楽と一緒に流れます ダブルクリックでもう一度止めることができます今度はアカペラで聴くときですアカペラで聴くときはこのメロラインの背景をクリックするとそこからスタートされます週末のお誘いはあるけど、はい、このように背景をクリックするとアカペラで聴くことができます スピードの速い場合このように自動的にスクロールしてしまって元にこのようにして戻さないといけない時が案外面倒ですそういう時はどうしたらいいか再生したい部分をこのように選択しておきますそして Alt キーを押しながら上のメジャーをクリックすると このように選択したところで止まってくれます。もしくは DAW のループと連携させることができます。小節番号の下の部分をなぞるように選択すると、DAW の上もループ範囲が設定できます。このようにして再生すると、この間を何度もループします。 はい、このようなループ再生も対応しています。このループを切るときは、この白いエリアをダブルクリックすると、ループが解除されます。このように再生方法も色々便利にできていますので、うまく活用してみてください。また、一つチップスをご紹介します。例えば、アカペラでずっと聞くときに、画面右下に、 オーートスクロールがあります本来オートスクロールがオンになっていたらこのように自動でスクロールするはずですなのにスクロールしない時がありますそれはあるブログをこのように選択されている時ですその時は スクロールしませんまのこの時に画面の背面を押すとこのようにスクロールがまた開始されますこれは選択している場所がある場合ここを編集中であるというふうに 判断をして、自動的にはスクロールしないようになっています。ずっと知らないまま使っていた時期がありましたが、皆さんもここを気をつけてください。次は、選択方法について説明したいと思います。選択はマウスで、もちろん一つ選ぶのもよし。そして、複数選ぶときは、このように囲むようにします。例えば、この音程 今は F ですけれども、F のところを全部選択しようと思ったら、ここをクリックすると F のところにある音を全部選択できます。連続した複数の場所を選びたいときは、このようにスクロールすれば複数選択できるようになっています。もしくは飛ばし飛ばしに選択したいときは、コントロールキーを押しながら選択すると飛ばし飛ばしの とこころをこのように選択して大体こ,いいこれまでは皆さんやってる方もいらっしゃると思うんですけれどもメロダイン独自のとっても便利な選択方法があります。それはスネーク選択と言いますシフトキーを押しながらこのようになぞっていくと順番に欲しいところ通ったところだけがこのように 選択していけるこれがメロダインの特徴であるスネーク選択ですこのいろんな便利な選択方法をしっかり覚えておいてくださいそしてこういう複数選択をするととっても便利な機能があります例えばこれを選択しておいてそしてダブルクリックをするとしますするとこのように ピッチセンターにきれいに合わせてくれます。もうう度戻しししまますすそして例えばこのように動かします<ー>今動かなかったのはここがキースナップになってるからです。実際編集する時はここをスナップなしにしておきましょう。そうするとー このように自由なところに編集ができます。もしスナップ選択になっていたとしても、Alt キーを押しながら動かすと、<ー>このように微妙なところに持っていくことができます。ただし、編集ではここを白くない、いわゆるスナップなしにしておく方が便利です。 そしてこのように動かしたけれども元の方が良かったという場合が多々ありますそういう時に戻すのは戻したい部分を全部選択しておいてそしてシフトキーを押しながら「0」のキーを押すと元に全て戻りますもう少し便利な機能に画面の左上の方に 四つ目にこんなアイコンがあります。これを押すと、このように、元の音程が出ます。今、変えてないのでわかりませんが、もう一度、これをずらします。これで、このボタンを押すと、このように、元のところがわかるように、灰色になって、初期値に、 戻ってくれますもう一度シフト0ですべて初期値に戻しますこれだけ覚えるだけでもとっても便利になっていきますいろいろな戻し方はものすごくたくさんあるんですが基本的にはこれだけ覚えておけばいいでしょうじゃあ次に編集をしていきます このようにして音程を合わしていきます「音程を合わす」という意味では今のところだけです。「アーティスト」以上ではもう少し複雑なことができます。ここから いろんな機能を説明していきます。まず1個目の矢印ツールは基本的には動かすだけですが、先ほども言いましたように、こうやって分割ができたりします。分割したものを元に戻すときは、これでもう一度同じようにダブルクリックをすると元に戻ります。1つに繋がりました。あとはここ先ほどありましたように、 ハンドツールであったり虫眼鏡であったりするのがこの1個目の道具です2つ目はこの1つ目と同じように基本的にピッチツールですピッチツールはピッチを動かします次にここを拡大して表示しておきますここに微妙な音の 折れ線表示が出ていますけれどもこれを直すのが2つ目のピッチモジュレーーションツールですこれを選んで上に上げるとこの波がより複雑になりますまたこれを下げると平坦になります今度はここでちょっと と前が低め、ちょっと後ろが高めですよね。これを直すのが、その次のツールです。ピッチドリフトツールと言います。この音符が分かりやすいですね。じゃあ、これで押しながら下げます。このように平坦になりました。上げます。 このように元に戻りますし、さらに上げるともっと差ができます。次は3つ目のツールに行きます。3つ目のツールはフォルマントツールと言います。男性のような声になったり、女性のような声になったりしますが、ここの部分は割愛させていただきます。 次がボリュームのツーールです。ボリュームを大きくしたり小さくしたりできます次のツールがとっても便利なツールですフェードツールと言いますこれを選んでこの先頭部分に持っていきまして右の方に動かしますとこんな三角が出ますこのように、 フェードインすするわけですね。後ろの部分に持っていってやると今度はフェードアウトになりますはいそしてフェードアウトになってこれを上下に動かすとフェードの角度がこのように編集することができます次は3つ目の ツールですこれは視察音についての音量ツールですメロダインの5からこのようにサシスセソなどの視察音や息継ぎブレスですね例えばここなんか普通の音とは違うところはこのように表示されますこれを大きくしたり小さくしたり できます。内部的には、その前の音との関連性も考慮して音を下げたりしているようです。次は、タイムツールに行きます。タイムツールというのは、このように動かすことができます。この二つ目は、タイムハンドツールと言います。 これも初めてメロダインを触った人にはこれどうやったら動くんだろうというふうになってしまいますこれはですねダブルククリックをするると新しく点ができるんできんすすね。すごく大きくして見てもらいましょうこのようにここに点ができましたどこまでボリュームを上げた状態で例えばここにも分かりやすく言いますが「 あーこういう時にどこまで大きい音を引っ張ってどこからフェードするのかそれを選択することができます。これは点が1つだけではなくってダブルクリックをしていくと点は増やしていくことができます。 このように動かすことができますがこの距離が短いとダブルクリックをしても点ができない場所がありますこれはその音が重なり合わないようにうまく制御されているようです3つ目のツールはアタックスピーードのツールです。これもなんとなく分かりにくいんですが先頭の方に持っていってこれを上下するとこのように アタックが変わります。アタックを強くしたりアタックを弱くしたり変化をつけることができます。これは複数の選択をしておいて同時に全てのアタックを強くしたり弱くしたりこのようにすることで力強いボーカルになったりそういうことにも応用できると思います。次は、分割ツールです。 先ほどもありましたようにこれは思ったところで分割ができますこのように分割してももう一度この縦のラインのところでダブルクリックをするとまた元に戻したりできます分割ツールの下にあるツールこれが分割タイプツールと言いますこれをやらないと必ずこの境目で動かしたときに 片方が伸びて、片方が縮んでというような連動した動きになります。この分割のタイプをソフトタイプと呼んでいます。これをハード分割にするのは、これでダブルクリックをすると、ここの表示がちょっとだけ上に点のようなものがある表示になります。こちらのところはありません。ちょっと見にくいですし、もう少し小さくした方が、 分かかかりりやすいかも分かりませんこのように点がついているものはハード分割と呼んでいますこうするとこれを縮めたりしても2つが連動したりしなくなりますまたこのように重ねることもできます案外分かっていそうで分かっていないメロダインの使い方です ああと画面上部にはマクロツールがあります。例えばこれを何も選択しないもしくは全て選択してやるとちょっと小さくしておきますするとこうやってこのマクロを動かすことによりピッチがセンターにこのようにして動いてくれます。そして高度の スケールに合わせてですねこのように動いていくこともできます今 d マイナーというキーでこの曲はできていますけれどもその d マイナーにスナップすることになりますもちろん縦の位置も変えれるようにバージョンアップされていますこのようにすると DAW のテンポに合わせて修正をしてくれます。もう一つ新しく付いたのが、このボリュームです。小さめのボリュームを大きく、大きめのボリュームを小さく、コンプレッサーのようなことをできるようにもなりました。ここらも上手に使えばいいかもしれませんね。ただし、これを見てくれている方は、とっても初心者の方 そういう方はピッチ自身もよくわからない場合こういうマクロを使えばなんとか便利にできますが中級者以上の方にとっては自動でできるというのにはああままりり意味がありません。ボーカルのピッチというのは合わせばいいというものでもなく歌にはしゃくりとかそういう要素もありますし少しフラットにしておくと悲しめに聞こえるとか。 ちょっとシャープにしておくと元気よく聞こえるとかそういう微妙な音楽的要素もありますのでそこらもうまく調整するにはやはり時間がかかっても細かくやっていく方がいいと思います今日は一通りメロラインのできることを話しましたエディター以上を持っている人は コードを自動で分析したりとか、そういう機能もあります。多分、k a のバージョンでも、ここにコードを表示させることができます。どういう風うにするかと言いましたら、ARA で動作しているメロダインであれば、いくらかの DAW には、こういうコードトラックという機能がある場合があります。 今はもう2ミックスされたオ、OK、ケですので正確なコード進行は抽出できないと思いますがちょっとやってみますこうすることでコード進行をこのように表示できましたその場合メロダインで編集メニューからコードとキーを DAW のコードの使用という このメニューになっている場合は画面右の方にコードトラックを表示するボタンがありますそれを押すことによってこのように DAW のコードを表示させることもできますエディターとスタジオでは自動的にコードを分析する機能コード分析というものがあります ただし、今はボーカルトラックでアルゴリズムがメロディックですので、これではできません。ポリフォニックで抽出した場合にコードを分析するということもできます。また、テンポを測ることもできるようになっています。そこらのエディター以上でできるような機能につきましては、今度、ポリフォニックのメロダインの使い方、 そういういいい動画を次の機会に作ってみたいと思います。是非音程ツールとしては世界中の標準になったメロダインを上手に速く使うポイントはショートカットキーですので特に上のメニューの123456そして例えば2のダブルトリプル。 このようにいちいちメニューを出すんではなくって素早いツールチェンジでよりスピーディーなメロダインの使い方を研究してみてください。ご視聴ありがとうございました。村長でした。